どうも皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。今日もね、新作映画を1本レビューしたいと思います。今日レビューする映画は優子の天秤という作品なんですよ。こちらは9月17日公開なので、ちょっと時間が経っているんですけど、知り合いに面白かったよと紹介されてすごく気になっていたし、フィルマークスの評価もチェックしたらこちらね、かなり高いんですよね。だから渋谷ユーロスペースにまで見に行ってきました。主演は最近スクリーンで見かけることが多い滝内久美さんですね。滝内さんといえば、河口の2人でオールヌードを披露して衝撃を与えた女優さんです。女優さんなんだからもちろんお綺麗な女性なんですけども、なんかこう闇が深いというかね、深い業を内に秘めているような迫真性のある演技力の持ち主だと思いました。この女優さんが出演されているだけで、作品のクオリティが一段階上がってしまうような凄まじい存在感がありますよね。個人的にも今一番注目している女優さんです。ちなみにまだ河口の2人は見てないんですけどね。というわけで本作なんですが、こちらはミニシアター系の作品なので、上映規模はさほど大きくなく、そうね、地方であれば都市部にある映画館でしか扱われていないと思います。各県1つか2つくらいは上映されているようなんですけど、まあ本当にね、地方、田舎の方だとね、田舎の映画館だと上映されてないかもしれないですね。ただ、このね、重厚な人間ドラマが好きな人であれば、電車賃を使ってでもね、劇場鑑賞しに行く価値があるんじゃないかと、今回は思っています。そんなわけでね、ストーリーの方をざっくりと簡単に紹介していきましょうかね。主人公はタイトルにもなっている優子。彼女はドキュメンタリー作品を専門とする映像監督で、今彼女が扱っているのが女子高生とその教師が自殺した3年前の事件なんですね。学校で生徒が自殺したとなると、皆さんいじめをイメージする、いじめが原因だと思ってしまいますよね。でもこの事件、ちょっと込み入った事情があるんですよ。なんとその女子高生と教師の間に肉体関係、性的関係があったこと、そのもつれで自殺したんだと学校側は主張しているわけ。学校側も教師に生徒とのこのみだらな関係を問い詰めてはいるんですけど、本人は最後まで否定していたんですよ。で、最終的にその教師は、自分は生徒と肉体的な関係、みだらな関係は持っていないという意思を残して自殺をしてしまいました。もしかしたら教師は学校側に濡れ衣を着せられたかもしれない。要は学校側はいじめを隠蔽したかもしれない。まあ、そうなると女子高生はとんでもない虚言癖の持ち主ということにもなる。これが世間の耳目を大いに集めて、女子高生と教師の遺族がメディアスクラムにあって、それが原因で、まあ、誹謗中傷という二次被害に苦しんでいるわけです。両者の遺族も家や仕事を失って、世間から隠れるように生活しているような状況なんですね。思えば彼らね、何にも悪いことしてないのに、これはまさに理不尽の極みとしか言いようがありません。そんな両者を優子はどちら側に寄り添うことなく、フラットの視線で取材していく。それが彼女の矜持というか信念なんですよね。しかし、各方面からの圧力や世間の配慮という名の、まあ、責任逃れですよね。まあ、制作会社の、まあ、責任逃れから、ドキュメンタリー作品のオンエアもままならない状況なんですよ。この世界、真摯に真面目に真相を追い求めることがとても難しいことが分かりますね。大人たちの事情というやつが複雑に絡み合っています。正義感だけで食っていけないのは、まあ、どんなに時代が進んでも変わらないもんなんですよね。この事件がですね、本作の一つの軸なんですよ。ところがね、軸はもう一つあるんですね。それは、優子自身に降りかかるとんでもないある出来事、ある事象がもう一つの軸となっています。彼女の父親は地元で学習塾を経営していて、彼女自身も講師をすることで父親の経営を支えているんですよ。もうお母さんがね、いないから、まあ、早いうちにお母さん亡くしているから、まあ、彼女がね、娘でもあり、
まあ、それこそ自分の父親の夫みたいな親子関係なんですよ。ちょっと気弱なお父さんにしっかり者の正義感の強い娘。彼女は生徒たちの勉強だけでなく、こう悩み事の相談にも乗っていて、もう彼らからすれば学校の先生以上に頼られている、まあ、姉御肌的な、ね、存在なんですよ。しかしその学習塾でとんでもないことが起きちゃうんですね。それは何か、まあ、あのね、お父さんがやらかしたんですよ。それがね、シャレにならないわけで、まあ、この出来事が優子の教示とか信念すらも狂わせていくことになります。さあ一体彼女は最終的にどんな決断をするのか、そしてどんな落とし前をつけるのかみたいなね、そんな内容になっておりました。はい、というわけでね、これから詳しくレビューしていくわけなんですけども、その前に映画の評価額をつけたいと思います。大人の映画鑑賞料金1800円に対して、この映画にならいくらまで出せるかということで評価額をつけていきます。映画優子の天秤、評価額はズバリ1500円傑作です。いやー、これはね、ほんと久々にズシーンときましたね。1500円、傑作。1400円にするか1500円にするかで迷ったんですけど、いや、まあ1500円でいいかな。ミニシアター系の映画ではたまにこういう作品が来るんでね、やっぱミニシアター通いはやめられないですよね。本作は何もかも地味だけど、映画好き、いやー大人が楽しめる映画だと思いますよ。まずはね、ストーリーがちょっと重いんですよね。しかしこれ、もしかしたら誰にでも起こりうるトラブルなんですよ。悲劇なんですよ。もし皆さんの家族がとんでもないことをしでかしたら、皆さんはどうします？まあこれがね、例えば万引き程度だったら、本人がごめんなさいすれば済まされるかもしれないけど、本作で起こるトラブルはそうはいかないんだよね。本人だけでなく、家族にも及ぶ問題です。それは優子の取材している自殺事件もそうなんですよね。何ら落ち度も罪もない加害者側とされる遺族の皆さん、そして被害者側とされる遺族の皆さんが、家も仕事もさらには人権さえも失っているわけですよ。この世の地獄を味わいながら、ひっそりと隠れるようにして生きているわけです。そんな彼らをマスコミ連中やそれを見た世間の人たちは面白半分に追い詰めていきます。先日レビューした空白もそうでしたよね。まるで容赦がなかったじゃないですか。学校側ものらりくらりと批判を交わして責任逃れをします。死人に口なしと言わんばかりに、自殺した教師に全責任を押し付けようとしているわけですよ。自殺をした生徒の両親は、その教師に娘がたぶらかされたと思い込もうとしているんですね。でも確信があるわけじゃないんですよ。本当に教師が娘をたぶらかしたかどうか確信があるわけじゃないんですよ。娘が嘘をついていたかもしれない。自殺の原因は他にあるんじゃないか。だから教師本人や遺族を恨むことができないわけですよ。恨みや怒りをぶつける先がないわけで、これはこれでね、被害者遺族にとっては地獄中の地獄ですよね。まさに未解決殺人事件の遺族の気持ちと同じだと思います。対する教師の遺族は学校にはめられたと思ってるんですよ。息子はそんなことをする人間じゃないと。現に息子は自分は潔白だと遺書を残しているわけです。でこれね、ネタバレになるので詳細は伏せますが、優子の学習塾でそれと似たような出来事が起こってしまうんですよ。優子は学校を追求するドキュメンタリー作品を手掛けているわけね。事件の真相を追求して社会役を暴き出し、こう世の中を変える礎となろうという、まあ、強い信念を持って作品作りに向き合っています。そんな彼女本人が加害者家族という立場に陥ってしまうんですよ。
このことを明るみに出せば彼女にとってもそれは致命的ですよね。もちろん彼女が手掛けたドキュメンタリー作品はオンエアなんかできません。お蔵入りになりますよ。自分の上司もそれが原因で首が飛んでしまうかもしれない。もちろん彼女自身ももうこの世界から去らなくてはならなくなります。彼女何にも悪いことしてないのにですよ。この映画、一見社会派ドラマなんですよ。被害者遺族が受ける二次被害とか、マスコミやドキュメンタリーを含んだ報道のあり方とか、まあ踏み込んではいるんですけどね。いずれもね、そこが浅いというか、言うほど掘り下げられていないんじゃないかと思いました。僕がそう思うくらいだから、報道関係者の皆さんはさらに強く感じるかもしれませんね。だけど、この映画の本質は、実は社会派じゃないと思うんですよ。圧倒的な人間ドラマにあるわけです。社会派としての弱さを補って、あまりある強烈な人間ドラマが展開されていく映画なんですね。この映画をジャンル分けすると、ぶっちゃけ、胸クソドラマです。胸クソなんですよ。ほっこりするとかね、癒しとか、和みとは程遠いドラマですね。このドラマにおける悲劇の凶悪なところは、これがポイントだと僕思ってるんですけど、悪い人間が一人も登場してこない、ここだと思います。皆さん善良な人たちなんですよ。ヤクザとかサイコパスとかシリアルキラーなんて一人も出てきません。皆さん他人を思いやって家族を愛し、それぞれの幸せを願う普通の人たちなんですよ。それなのにこれほどまでの悲劇が起きてしまう。こういう悲劇こそが衝撃なんですよね。ここにヤクザが一人でも登場すると随分安っぽくなってしまうものです。そして本作の注目点は何といっても主演の竹内久美さんだと思いますね。今回は彼女ハードボイルドでしたよ。女性版ハードボイルドって演じる役者によって男性以上に安っぽく安直に映ってしまうこと多々あると思うんですけど、まあ、そこはねさすがは竹内久美さんですね。もうほんと素晴らしい存在感でした。しかし本作ではそんな彼女すら食ってしまう思わぬ伏兵が潜んでいたんですね。それは優子の学習塾に通う萌えという女子高生を演じた河合優美さんという若干二十歳の女優さんです。どちらかといえばほぼ無表情、あんまりこう派手な演技はないんですけど、主演に引きを取ってなかったのがすごかった。なんか静かなね、静筆な凄みというのを感じましたね。そして彼女のお父さんというキャラ設定もね、これが実に見事なんですよ。この人、まあ社会人としても父親としてもどちらかというとポンコツというかクズに近いんですよね。だけど彼をネグレクトの DV 親父みたいな短絡的な描き方をしなかったのが、これが実にいいんですよ。まあなんだかんだ言いながら娘をね、こう微妙にちゃんと愛している、こういう微妙な立ち位置のキャラの扱いが本作はとてもうまくてですね、他のなんか脇役もね結構光ってるんですよね。さらにいくつかのシーンにおいてサプライズを引き起こすミステリー的思考も施されてあって、これもねかなり驚かされました。いやだけどこれまさに嫌ミス胸クソなんですよ。はい、そんなわけで社会派としては今一つなんですけど、それが気にならないほどに人間ドラマそのものに引き込まれました。本作上映時間がなんと152分もあるんですけど、もう2時間超えですよ。その長さを全く感じなかったです。さすがにね2時間超えてくると結構だれる映画が多いんですけどね、この映画はねもう体感時間2時間以下でしたね。良質な映画というのはもっと見ていたいと思わせる魅力ありますよね。本作もまさにそんな感じでした。秋の映画シーズンね、映画の秋、まあ、この秋シーズンでこれからいろんな映画が公開されていきますけども、本作はかなりおすすめができます。僕のチャンネルを見て映画選びの参考にしている方はぜひですねこの映画もチョイスしてみてください。見てそうはないと思いますよこれ。
人によっては今年見た映画のね、ベスト5、もしかしたらベスト1になりうる、そんなポテンシャルを持った作品だと思います。上映関数が少ないのがね、ちょっと残念ではあるんですけど、はい、なんとかね、これ助けたいですね。わちゃわちゃ、お、なんとか逃げられるか、みたいなね。はい、というわけでね、いやー、で、今日もね、これから映画を見てくるんですね。これ今ね、今日、10月4日の、11時、お昼11時12時前に作ってるんですけどね、これからコレクティブ国家の嘘というねドキュメンタリー映画を見に行ってきます。これがねちょっと前々から注目していた映画なんですよ。はい、見終わったらね、レビューもいたしますので、ぜひ、僕の動画チェックしていてください。それでは皆さん、ごきげんよう。